はいどうもこんにちは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね J1 リーグポット M プレイヤーオブザマンス、こちら紹介していきたいと思います。 J1 リーグはですねマテウス、上田綺世選手、ルーカス・フェルナンデス、清武選手、小池選手、脇坂選手、森選手、宮選手、佐々木選手、市森選手、三田選手、こちらの11選手来ていますので、しっかり紹介していきたいと思います。まあ J リーグの指名契約権ということになりますので、まあこのサポーターの方以外はまあ引かれないのかなと思いますし、まあ、日本代表というところで見ると上田綺世選手であったり、まあ、脇坂選手もそうですね、ここら辺の選手獲得していただければと思います。ただまあもちろんガチスカ隊で使える選手ではない、特にトレンドに関しては成長の幅ありませんので、まあ、J リーグに興味のない方はですね、まあ、無理に狙いに行くじゃないのかなと思います。まあ、ぜひサポーターの方は引いていただければと思いますけども、まあ、早速ですねこちらの11選手紹介していきましょう。ということで、まずはグランパス、マテウス選手から見ていきましょう。マテウス選手はですね、ご覧の通りという結果になっています。通常は5ポイント温存ということでレベマにしていますけども、チームプレイスタイルが基本的にポゼッションで選んでいますので、今回はまあ5ポイント温存ということで見ていきたいと思いますが、今回マテウス選手はロングカウンターのチームプレイスタイルが80ということになりました。で、基本的な能力値はオフェンスセンスプラス2、ドリブル能力プラス3、で、キック力、ジャンプ、フィジカルコンタクトも強化ということなんですけど、瞬発力、ボディコンはマイナス1ずつという結果ですね。そしてスキルかなり有能ですよね。ダブルタッチ、ミドルもともと持っているんですが、ここにドロップであったりピンポイントクロスが追加されたということになります。まあグランパスサポーターの方はぜひ獲得していただければと思います。続きまして、アントラーズ、上田綺世選手見ていきましょう。上田綺世選手に関しては、パス系がプラス3ずつですね。まあ、得点能力は同じにしていますので、決定力はプラマイ0、オフェンセンスもプラマイ0。で、決定力77まで上げていますんで、プレースキック、カーブはマイナス4ずつという結果になっています。瞬発力、ジャンプ、フィジカルコンタクトもプラスという結果ですね。スキルはヘッダー、ワンシュー、エアバトルもともと持っているんですが、今回は根下が追加ということで、特に上田綺世選手に関しては、ショートカウンターが80になっていますので、これは、かなり使い勝手がいい選手になっているのかなという印象です。まあ上田選手ね、海外への移籍の噂もありますけども、もちろん日本代表に選ばれている選手ですので、個人的にはアントラーズサポーターの方以外にも引いてほしい、選手になっていますね。続きまして、北海道コンサドーレ札幌、ルーカス・フェルナンデス選手見ていきましょう。ルーカス・フェルナンデスに関しては、フライパス、そして瞬発力がプラス3、プラス2という結果ですね。で、フィジカルコンタクトも1上がったということになっていますが、スキルは、まあ、もともと持っているのが、軸裏ターンだったり、軸足当て、シザーズ、エラシコ、足元系多いんですけど、まあ、ワンシューなり、ワンパなり、まあ、中盤の選手としてそこら辺のスキルはもともと持っておいてほしかったなというところで、今回はシャペーが追加ということになっています。チームプレイスタイルは、ポゼッションが52から80強化ということですね。まあこのルーカス・フェルナンデスという右のミッドフィルダーのね、本適性なんですけど、まあ、ウイングであったり OMF、 そしてセンターフォワードまでいけるっていうのがコンサドーレサポーターの方はかなり嬉しいんじゃないかなと思いますね。続きまして、セレッソ大阪、清武選手見ていきましょう。清武選手、オフェンスセンスプラス3、ボールコントロールプラス3、グラウンダーパスプラス2という結果です。フライパスはマイナス1という結果になっています。で、まあ、中盤の選手なんですが、まあ、OMF でチャンスメーカーですんで、通常はディフェンス能力は、まあ、プラマイ0ということにさせていただいておりますけども、逆足の高さであったり、スキル、ダブルタッチ、ワンパス、スルーパス、ピンポイントクロス、まあ、有能なスキルかなり多いなという印象ですね。今回はノールックパスが追加ということになっています。で、チームプレイスタイル的に見ると、ショートカウンターが80になりました。続きまして、F マリノス、小池選手見ていきましょう。小池選手に関しては、基本的に能力値プラスという結果になりました。まあ、ただですね、ディフェンス能力、ここら辺は同じにしようということで、ボール出しのみプラス1という結果なんですが、まあ、ヘディングがプラス5であったり、キック力、ジャンプ、フィジカルコンタクト、ボディコン、サイドバックとしては、ここら辺の能力が上がったのはありがたいですね。で、スキルはスルーパス、ピンポイントクロス、マンマークもともと持っているんですが、追加スキル等はなしという結果です。で、チームプレイスタイルは、ポゼッションが45から80に強化という結果になりました。続きまして、川崎フロンターレ、脇坂選手見ていきましょう。脇坂選手はフライパスがプラス3、ボールコントロールプラス3という結果ですね。まあ、中盤の選手としてここら辺が上がったのはありがたい部分かなと思いますし、スキルダブルタッチ、ワンパス、スルーパスにワンシューが追加ということで、まあ有能なスキルですね、すべて。で、チームプレイしたらポゼッションが47から80に強化されております。まあ、脇坂選手に関しても、もちろん代表に入ってくる選手となっておりますし、リストアップはされているのかなと思いますんで、まあぜひ代表サポーターの方も引いていただければと思いますね。まあ、特にこの選手に関してはかなりスキルが有能ということになっております。
続きまして柏レイソル森選手見ていきましょう。森選手グランドパスフライパスがプラス3ずつで、キック力ジャンプフィジカルコンタクトも強化という結果になっています。で、決定力を同じにしたためプレースキックカーブはマイナスという結果になっていますが、やはりトレンドを使ってほしいなというところと、まあチームプレースタイル上げられないのがトレンドのかなりの短所なのかなと思いますが、ただ今回はスキルにワンシュープラスコンカー PK キッカースーパーサブが追加されております。特にスパサブのスキル持っていますので、まあレイソルでスタメンで使われる方は通常でいいのかなと思いますけど、まあただ通常で使ってもコンカーはもともと持っていますんで、ぜひ今回のトレンドを後半から使っていただければというところですね。チームプレースタイルロングカウンターが80になっております。続きましてセンターバック宮選手見ていきましょう。宮選手に関してもディフェンス能力基本的に強化というところで見ていきたいんですが、ディフェンスセンスアグレッシブス守備意識、ここら辺はマイナスという結果ですね。まあボールコントロール、ドリブル、ボールキープはまあほぼほぼ変えてないというところと、パス系もそのままというところで見るとここら辺はかなり強化されているんじゃないかなと思います。スキルはエアバトルもともと持っているんですが、追加スキルはなしという結果ですね。チームプレイスタイルはロングカウンターが41から82強化となっております。続きまして川崎フロンターレ佐々木朝樹選手見ていきましょう。佐々木選手に関してはフライパスプラス4で、決定力プレスキックカーブここら辺上げていませんので、プラス9ずつという結果になっています。でディフェンス能力上げてもボールダッシュ今回3つ高いですし、スキルにピンポイントクロスとインターセプト持っていますんで、まあぜひね今回のトレンドを使っていただければと思います。チームプレイスタイルはポゼッションが65から80に上がりました。続きまして一森選手ですね。今回のゴールキーパー枠はガンバから登場ということになりました。 GK 能力ほぼほぼ同じにすると、上の方の能力値に関してはやはりトレンドが高いなというところ、プラス PK ストッパー持っています。でガンバのチームプレイスタイルはポゼッションが64から80に上がったという結果ですね。そしてラストはサンフレッチェ広島の方から三田誠選手見ていきましょう。三田選手に関してもドリブル能力であったり空中戦の能力値に関しては今回の方が高いという結果ですが、プレースキックカーブは決定力を同じにしたためにマイナス4ずつという結果になりました。スキルは今回スルーパスが追加ということで、スキルもう少し持っておいて欲しかったところですね。ここら辺のコナミさんの査定というのはもう少し改めて欲しいなというところです。チームプレイスタイルはショートカウンターが44から80に上がっております。はい、ということで本日はですね J1 リーグプレイヤーオブザマンスポット M、 こちらの10位選手紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ唯一川崎フロンターレから2名出ていますので、ぜひフロンターレサポーターの方はこの指名契約権使っていただければと思いますし、他にも個人的にはマテウ選手であったり、あとは日本代表の上田綺世選手、まあこの中で言うと脇坂選手も日本代表にリストアップされている選手かなと思いますので、ぜひ獲得していただければと思います。まあ J リーグの場合はですね PS4 で出ている時もそうだったんですけど、基本的にトレンドという扱いで FP 出てきますので、そう考えると成長というところであったりチームプレイスタイルに振り分けることができませんので、まあそこら辺はまあしょうがないのかなと思いつつ、ただ通常レベルにするとむちゃくちゃ時間かかりますし、むちゃくちゃトレーナー使ってしまいますので、個人的にはこちらで出ているトレンドをうまく駆使して J リーグサポーターの方は戦っていく必要があるのかなと思いますね。特にこの自分のひいきのねチームが出てきた場合には必ず獲得していただくようによろしくお願いいたします。はい、ということで本日ご覧に終了したいと思います。最後にチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。